半年間このメンバーで一緒に練習してきて、半年前にまず最初にって目指してた日がその日だって思うと、なんか半年間の間ずっとなんか練習曲とかいろいろやってきたけど、もう結局つながってるのはそのデビュー日だから、なんかこの日のためにこんな長い時間を自分たちも周りの人たちもかけてきたんだなって思ってたら、なんかすごい、あ、今日大丈夫かなって思ってきちゃって、すごい緊張してたんですけど、でも楽しかったです。反省は結構あったんですけど、でもあの終わった直後は、あ、終わった、あ、でもなんか楽しかったかもしれないって思いました。プレデビューをやってみて、そのプレの映像を見て、この6人でステージに立って一緒に踊ってパフォーマンスしてっていう時間を得てから、デビューライブ、その次のデビューライブとこれからのライブは、なんかしっかり見てくれてる人にもっとちゃんと伝えたいなって思って、なんかもっとダンスも表情も歌も今できることをもっともっとちゃんとできるようになりたいなっていうのはより強く感じました。お客さんがいる前でステージに立ったことで、なんか、練習とかでステージに立つことがあっても、その時にはあまりそれほど強く感じられなかったこととか、まあ、なんだろう、気づけてなかった自分の不足分とかを、なんかしっかりちゃんと目に見えたなっていうのがあって、これをもっと良くすればちょっと変わるんじゃないかなとか、そういう風に考えるようになったのかなっていうのはあります。メンバーと普段過ごしてる時とかレッスンの時とか、本当にザ自分そのままみたいな感じで過ごしているんですけど、なんかやっぱりステージに立つと緊張とか、あとこうしたいなっていうのとかがすごくどんどん強くなってきちゃって、完全に自分のままっていうので入れてないのかなって思ったので、自分の中での悩み事とかどうしたらいいんだろうなと思ってることに対して、ステージに立ったことでそれの原因に気がついたり、こうしたいっていうのが出てきたり、いろいろ新しいものに気づける時が増えてきて、なんかそれもあって、今までだったら多分気づかつかなかった選択肢が見えたりとか、そういうのが多分大きいんじゃないかなって思います。これからライブやりますとか、なんか次のライブいつですとか、そういうツイートするとなんか楽しみにしてるねとか、そういうそのなんかコメントとかをくれる方がいて、なんかカステラのことを気にしてくれてるというか、こう見たいっていう風に思ってもらえてる人たちがいるんだっていうのを、実際にこう話してるとかじゃなくてもそういうツイートとかで感じれる部分があるので、期待してるくれてるところとか、こう見たいなって思ってもらえてる以上、ちゃんとそれ以上のものを返したいし、なんか普段のライブとか、活動してる部分で、なんだろう、あ、カステラに知れてよかったなとか、あ、カステラのこと出会えてよかったなって思ってもらいたいなっていう風にすごい思います。直接ファンの方の声とか思いを聞けることが増えて、なんかそれが今までその実際に会える前より、やっぱり会ってからの方が、あ、そういう風に思ってくれてるから自分も頑張ろうとか、なんかもっとこういう風に思ってほしいなとか、そういう気持ちが強くなったので、もっと頑張りたいなって思います。